これショールームやばいかもみたいな。でも絶対お湯冷めちゃうし、急いでお風呂入ろうって思ってチケットはね最終手段ですけど、危な、こんなギリギリ楽しむものなんかこんなぎ確かにおせんち危ない危ない。いやでもチケット消費するとしても絶対始めてはいたよ。45分にはもちろん始めてたけど、ギリチケットは使うか使わないか分かんないけど、なんなら間に合ったかも分かんないけどやばいでしょ。めっちゃだって急いで出たよ。よく間に合ったな。だってお風呂出てボディークリーム塗るまで終わらせた。めっちゃ急いだ。一人でやばいやばいって言いながら、でいつも iPad で配信してるんですけど、 iPad 出す時間もなくて携帯でってやって今配信してます。危なかった。頑張った。間に合ったかな。間に合っただろうなきっと。すいません、パックしてます。なんならパック10分から15分ぐらいいつもしてるので、パックのまま終わる可能性があります。アントニオ猪木パック配信。今日めっちゃ寒かった。今日卒業公演のリハしてきました。なんか変な気持ちになったんだけど、卒業公演のリハしたら、え？最後じゃんってなって、こうやって私が振り覚えられなくてみんなに笑われるのもえ、最後じゃんってなった。ねえしっかりしてみたいなのも最後だって思ったら、なんかちょっとおせんちになった。さすがに寂しくなっちゃった。すごい、寂しい。私本当に、そうだよ、今日が最後ですよ、新しい振り覚えるのも。なんかめっちゃおせんちになっちゃった。パックしてる配信初めて見ました、すいません。くるちゃんめっちゃ頭使ったって言ってた。ごめんね、くるちゃん。くるちゃんはちょっと難しい曲に当て込んでしまっちゃいました。しまいました、すいません。パックドライヤー配信、珍しい配信を見たい方はこちらへみたいなテロップつけとこうかな。確かに友達とのテレビ電話でもないね。やばくない？しかも携帯で配信してるから時間も見れないや。な、教えてください、時間。10分くらいでいいかな、パック。本当はスチーマーもやりたいぐらい。いつもパックしながら最近はスチームしてるんですけど、
あんのよ目の前に。お水をね入れてこないといけないの。スチームしていい？あ、やばい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 、水がめっちゃ大量に出てきた。冷たい冷たいよ。スチーマーからめっちゃ水出てきた。落ち着きのない配信です。チームに水入れてきます。待ってて。あ、パジャマがズボンにインされてる。よいしょ。あれ？あったあったあった。よいしょ。すいませんね。お待たせいたしました。服が見えちゃうね。いいか、こんぐらい。今何分ですか？55分になったらパックを取りたいと思います。パックは保湿の効果があります。スチーマーはこんな感じで。出ております。湯気ってかスチーム。あと4日とかでこんな味がある。すいません。あ、配信中です。今あの別に切り忘れたとか間違って配信しちゃったとかではありません。でも今日も配布してきて、ルメッカしてピーリングしてきて、いっぱい美容してきました。やばい、なんか多分動かすなって怒ってる。怒られました、スチーマーに。今見たらすごい絵なんだけど、すいません。55分なりました。そろそろ順位読まなきゃ。この配信でやばいね。やばくない？こんな何も身のない配信したの初めて。初めてではない。そんな美容を詰め込んで肌追いついてきてる。
なんかちゃんとちょうど4日後ぐらいにちょうど良くなるように詰めてきて、今日から3日くらい顔ちょっとむくみやすいかもって言われて、そう土曜日に一番効果が出るようにちゃんと、そう10日に効果が出るように今日詰めてます。全部逆算してる。え、なんかタワー来てる？もしかして気のせい？え、なんかあ、びっくりした。ケイボンさんありがとう、タワーありがとう。びっくりしました、こんなしょうもない配信に誰が、すいませんありがとう。パックで手を振る、ありがとうね。でウェッティがあったら本当はこのルミコのオイルでマッサージをしたいところなんですけど、ちょっと今手がそんなに綺麗な状態じゃないので、配信終わったらにしよう。あとまだ未定なんな、未定なら言うなんて感じかもしれないですけど、未定なんですけど、今週の金曜日の8時とか8時ぐらい、8時半とかからショールームちょっとやるので、ちゃんと告知するショールームなんて珍しいんですけど、普通にショールームをやるので、その時間帯にいつも通り、その時間帯配信を見てほしいなっていう感じです。はい、いつも通りショールームをやるだけなんですけど、告知するっていうね。あ、やばい、もう順位読まなきゃ。順位読みたいと思います。13位ヤッシーさん、12位カズハッシュタグチームナーさん、11位ユキちゃん、10位ナオジーさん、9位モトさん、8位ヤチハッシュタグチームナーさん、7位マサト、最後まで体調にも気をつけてね。はい、皆さんも気をつけてください。6位チャンタ、5位オギャリン、あとチームナーさん、4位アユナのクマちゃん、あやの調子乗って本当に楽しかったよ、結婚しような。ああ、3位山崎正弘さん、卒業公演当選したし、あやなんと自分より重い。はい2位鈴鹿ライブもちさん、1位がひろゆきさん、そしてケイボーさん、タワーありがとうございます。55位モナちゃん枠が紫さんでした、ありがとうございました。あのね、これはあったかいスチームと冷たいスチームが交互に出るモードになっていて、今冷たいのがすごい顔にかかってます。今日顔白いよね、くすみを飛ばしてもらいました、肌の。そう、冷たいので引き締めていただきました。ということで皆さんおやすみなさい。私の美容配信、美容のぞき見配信でした。よかった、間に合って。明日はドレスのフィッティングに行ってきます。キャー、緊張する。どんな感じなんだろう。あ、15分出た。バイバイ、ありがとうございました。また明日ね。おやすみなさい。